城谷守さんは72歳。腹話術師になって間もなく30年になります。18歳で長崎県から神奈川県川崎市にある造船所に就職、19歳から地元の市民劇団に所属し演劇を続けながら、その傍ら45歳からは幼い頃から興味を持っていた腹話術も始めました。そして定年退職を機にプロデビューした経歴の持ち主でもあります。城谷さんはアマチュア時代から全国各地の地震、洪水、津波などの被災地や福祉施設などへ積極的に出かけ、笑いを届けています。そして今もプロ活動の合間にボランティアをしています。腹話術で社会的弱者へ手を差し伸べる城谷さんに、その思いなどを伺います。お話の合間で城谷さんに、舞台公演の時のようにお祭りの赤い法被を着て、頭には豆絞りの鉢巻きをした人形の五郎ちゃんを片手で操りながら、一人二役の掛け合いを演じていただきました。聞き手は井上貴子ディレクターです。城谷さんは腹話術師になられて間もなく30年近くになられますけれども、はい、何回ぐらい公演されてるんですか？そうですね、アマチュアの時が15年ありまして、これは350回ぐらいで、プロになってからは非常に多くなって、12年間で、2400、500回になりましたね。その公演される場所はどんな場所で公演されるんですか？もういろんなとこですね。学校や保育園、それから障害者の施設とか、あるいは市民のお祭りとか、から被災地なんかも全国歩いて訪問してきましたね。プロとしての舞台はどんなところでの？浅草の寄席で小屋3つあるんですけど、そこを随分やらせてもらいました。実際にどんな風に城谷さんが講演されるのか、お人形の五郎ちゃんがそこに座ってますので聞かせていただけますか？はい、五郎ちゃん行くよ。いいよ。はい、皆さんの前ですから、ご挨拶してください。ご挨拶はいいけど、ここ一体どこなんだい？ここはどこって、五郎ちゃんおじちゃんと一緒に来たでしょ？そうだよ。入り口の看板にちゃんと書いてあった。全然わかんない。わかんないって一緒に来たのにどうしてわかんないの？だってカバンの中入れられてた。そうか、カバンの中入れたんじゃ見えないよね。そうだよ。こらごめんね、しっかりしろこの野郎。この野郎っていう言い方ないでしょ。ほら、全国北海道から九州までいろんなとこ歩いてきました。2800回やったよね。そうだそうだ。それでさ、やりやすいとことやりにくいとこあります？あるある。やりにくいところってどういうとこだった？大学の教授会。あれはやりにくかったね。やりにくかった。なんであんなやりにくかったんだろう。頭のいい人ばかりよ。そうか、頭のいい人ばかりだからやりにくかったんだ。今日はすごくやりやすい。失礼じゃありませんか。一人二役ですもんね、五郎ちゃんのお声とご自分のとって、はい、まあそういうふうな腹話術師にどうしてなろうと思われたんですか？そうですね、小さい時から腹話術を学校で見て、もうなんで人形が喋るんだろうと思ってたんですね。それはずっと大人になってからも引きずってて、これなんで喋るんだろう、やってみたいなとは思ってたんですよ。で、それは、まあ、たまたま劇団入ってて、劇団に市民からいろいろ出演してほしいっていう声がかかってきても、劇団というとこは大勢で出ないと芝居はできないもんですから、なかなか。なんていう劇団なの？川崎の地域劇団で、京浜協同劇団っていう劇団なんですけど、みんな働いてるし、それから出演してほしいって言われてもそう簡単に応じられないですよね。じゃあもう一人ででもできるのないかなと思ってたら、自分が小さい時からやりたいなと思ってた腹話術を思い出して、じゃあやってみようということでスタートしました。って言っても全くの素人は最初どうやって覚えていくんですか、それ？いや、それがですね、先生につこうと思って探したんですけど、なかなか見つからなくて、でしばらく自分一人で我流でやったんですけど、我流っていうの伸びないですね。で、
探してたら島幹夫先生というもう60年ぐらいやっておられる人がいらっしゃって、もうその人に頼んだら教えてくれないんですよね。それでまあ追っかけをやって5年間ずっとその人の追っかけをやって、あ、その方の講演について、ええ、ついてっていうかその人がやるところにこっそり行ってそれで芸を盗むっていう形でやってたんですよ。しばらく経ったら先生がね、お前本気でやりたがってんなっておっしゃって、分かった、じゃあまあ教えるわっていうことで教えてくれるようになったんですよ。そうするとやっぱり基礎的なことをちゃんと教えてもらうとやっぱり伸びは早いですよね。我流でやってる時はダメでしたね。お仕事をしてらっしゃりながらその劇団川崎のですかっていうことは、どんなお仕事してらっしゃるんですか。私ですか。私は造船所の設計やってたんですよ。エンジニアだったんです。だからずっと船の設計を長年やってました。何歳からお仕事を。18歳から60歳まで、定年になるまでずっとそういう仕事を、そういう仕事をやりながら劇団活動もやりから45歳から、遅ればせながら腹話術もやり始めたということなんですけどね。お仕事も川崎市にあった、はい、ということはご出身も川崎。出身は、長崎の小浜町っていうところで、今雲仙市って言ってますけどね、そこで生まれて、で長崎工業高校出て横浜の方に来て就職をして、住んでるところは川崎だったんですけど、そんなことですね。じゃあその長崎で住んでらした頃、その腹話術をご覧になったことがあって、あ、そうですね、それがずっとっていうことなんですけど、はい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 、長崎でどんなご家庭だったんですか。そうですね、まあ、貧乏で、うちはまあ農業でもない、木こりでもない、馬車引きでもない、まあいろんなことを父親はやってましたね。で母親はまあ自分が食べるものを畑で作ってましたけども、貧しかったから大変でしたね。うん、ご兄弟何人ですか。9人いたんですね。で私は下から2番目。でもなんかあれですよね、今思うと貧乏だったけど、その近所に神社の祠みたいなところにホームレスって言いますかね、うちのない人がこう床下で生活をしているような人たちに母親も父親もこれ持っていけっつって、なんかこう食べ物を、自分たちだって貧しいのになんかよく持って行かされましたね、小さい頃。他の兄弟もそうだったと思うんですけど、だから貧しかったんだけど、みんな言ったわりやったり励ましやったりっていうのは、なんか小さい頃から割と普通にありましたね。きっとそれが今の城谷さんのその心の底にずっと脈々と生き続けてらっしゃるんでしょうね。自分ではなかなか気がつかなかったけど、そうかもしれませんね。で先ほどおっしゃったように長崎の高校はあれですか、ご自分で希望されて。私ね、だから貧しかったから、もう本当は大学まで行って先生になりたいなと思ってたんですけど、それはもうとてもかなわないし、高校も諦めてたんですよ。中学出たら就職するつもりでいたんですけど、担任の先生が私にこっそり入学願書を出して、で高校の受験だけでもいいからしてみろって言ったら、受かっちゃったもんですから、うちの親を説得に来たんですね。せっかく受かったんだから高校にやらせてあげてくださいっていうことで、でそれを聞いた町会議員の人なんかが、おお、じゃあ奨学金もらえるようにしてやるわって言ってね、町ぐるみで応援してくれて、で長崎市内の学校に下宿をして高校に行けるようになったんですね。じゃあ優秀なお子さんでらしたんですよ、ね、いやそんなことはないと思いますけど、まあでも嬉しかったですよね。諦めてたんですからね、それが高校行けるようになったから。でそこはまあ工業高校ですから、早くこう就職して早く親を楽にさせてあげようと、そういうふうなところだったので、まあ別に工業に行きたかったから行ったわけじゃなくて、親孝行のために行ったような感じですよね。そしたらまあ幸い
いいところに就職ができたんでね、とてもありがたかったと思います。長崎から川崎に移られて、はい、どなたかお知り合いとかご親戚がおられたからですか？それは何もなかったですね。こっちの方には、東京の方には知ってる人はいなかった。すごい不安。そうですね、やっぱり寂しかったですよ、うん、あの頃はもう東京に一生のうち一度行けるかどうかっていう感じでしたもんね。だからやっぱり東京に九州から出てくるっていうのは今と違ってとても大変だったんですよ。だから寂しかったですよね。ちょうどだからその時に劇団を新しく立ち上げると、だから第一期生を募集するよっていう新聞記事、まあ10行か15行か短い記事だったと思いますけど、それ見てこういうとこだったら仲間ができていいなと思って入ったんですよね。そうするとそこの劇団で実際には演劇をなさったんですか？そうですね、19歳から今まで52、3年間その劇団で芝居を今もやり続けて、そして45歳の時から腹話術を始められる、はいはい、だからみんな働いてるので夜とか日曜日とか稽古やるんですけれども、にで私は普段の昼間仕事として腹話術をやって回ってるんですね。だから劇団活動と腹話術の活動を並行してやってる。あ、それは今の話ですね。はい、今ですね、はい、今劇団員って何人ぐらいおられるんですか？22、3人で、お入りになった頃は何人ぐらいおられたんですか？35人ぐらいいたと思います。はい、市民劇団ということは全く素人さんが集まってるわけですから、はいはい、その劇をするのもなかなか。それはね、でも私が入った時からレベルは相当高かったと思いますよ。だからお客さんもね、本当よく集めてたし、まあ全国からも注目はされてる劇団だったと思いますけどね。それで45から腹話術を始められて、腹話術の方がメインになられてきたわけです。はい、そうですね。今五郎ちゃん、はい、1メーター10センチぐらいの背丈があると伺いましたけど、ね、はいはいはい、この五郎ちゃんはご自分で作られるんですか？いえ、これは師匠の島幹夫さんという人が作ってくれた個性的な和紙で作った人形ですね。手作りの人形です。腹話術師の方って皆さんご自分でお人形を作られるんですか？いや、それは少ないと思います。人形を作る人はまた作る人でいらっしゃるんですよね。だから私の場合はその島幹夫先生は自分でお作りになるし演技もやられるという器用な方だったですね。で、五郎ちゃんっていう名前も。そうです、先生の五郎ちゃんです。あ、ね、先生の時代から五郎ちゃん人形は。五郎ちゃんは2代に仕えてるんですね、島さんと白谷さんと。そうですね、はいはいはい。そして腹話術をいろんなところで講演されて、失敗なんてのはおありだったんでしょうか？いやー、もうまあ失敗は指導士でしたけどね、あるところで保育園でやってたら、私昼間働いてましたから、やることが夕方とか夜になっちゃうことが多いんですけど、いつもこんばんはっていうのが挨拶だったんですけど、昼間保育園でやったらうっかりこんばんはって言っちゃったんですよね。そしたら子供たちに大笑いされて、あ、これは挨拶バージョンで使えるわってんで、後でね、この挨拶バージョンで全部五郎ちゃんがいつも間違えて、その代わり子供たちが違うよ、朝はおはようございますって言うんだよっていうふうに教えてくれるようにして、そういうバージョンを取り入れるとかね。だからもう一回はね、幼稚園でしたけれど、終わった後で控え室で五郎ちゃんをカバンの中しまってたんですね。着替えをしてたんですよ。そしたらこっそりついてきた5、6歳の女の子がいて、それを見て先生に言いつけに行ったんだって。で、なんて言ったかっていうと、五郎ちゃんなあがんとこに入れられて生きのでくっとじゃろかいって言って先生に言いつけたって言うんですね。だからもうそれを聞いて私は、ああ、子供たちにとってはもう本当に友達なんだ、生きてる友達なんだ。で、僕はそれに比べて人形を孤独としてしか思ってなかった。これはまずいわと思って、それから
パートナーっていうふうに考えるようになったんですね。まあ心なしかそういうことがあってから人形を大事にするようになったらお客さんの笑いがね変わってきたんですよ。だからそうかそうか、今までは人形を小道具として扱ってたからやっぱり共感の笑いが少なかったんだと思って、この時はもうその5、6歳の女の子に本当に芸とは何かっていうのを教わりましたね。子供っていうのはすごいです。いろんな体験をこう重ねられながら、私白谷さん社会福祉のその施設であるとか、はい、過疎地であるとか、はい、それからまあ被災地であるとか、はい、そういうところでボランティアで講演続けてらっしゃるじゃありませんか、かなりの回数してらっしゃいますよね。そうですね、その2800回ぐらい全体でやった中で1000回を超えましたから、3分の1強はあの無料でやってるボランティアですよね。で中でもその被災地っていうのはあの例えば雲仙の普賢岳が噴火した時とか阪神大震災があった時とか新潟とかあちこちでいっぱい被災地ありますよね。台風のところもありますし、いろんなところあるんですけど、そういうとこはもう全国かなり回ってきたと思います。それは何かの被災地のそういう惨状をご覧になるとなんか公園に行かなきゃっていうふうに駆り立てられるんですか？ですね、あのなんて言うんでしょうね、寄り添うっていう言葉がありますよね。で自分はああいうこう悲しみにあの自分の身を置いてみたい、で悲しみに苦しんでる人の何万分の1かでもいいから分けてもらいたいというか、なんかそういうふうな気持ちに駆られるんですね。だからもうそういうところにぜひ行ってみたいと思うんですよ。いや行ってみてなんか私が役に立つのかというとおそらく立っていないと思うんですが、思うんですけれども、やっぱりそこにこう自分の体をそこに置いてみたいというふうな感じになりますね。だから被災地は三宅島とかね、それからあの他の離れた島なんかも随分遠いところまで、奥尻にも、あ奥尻島もね、津波の奥尻島にも行きましたね。あれも大変遠かったんですけど、やっぱり行ってよかったし、生徒が4人先生が5人っていう学校もね、その奥尻島にありましたけれども、やっぱそういうとこ行くと子どもたちが喜んだり大人が喜んだりしてくれると、ああ来てよかったと思うんですよね。だそれがまた次のエネルギーを引き出すっていう感じですね、私の場合は。まさに社会貢献っていう言葉になるんだと思うんですけど、それもさっきおっしゃった生い立ちの中で、はい、ご両親がそういう方に、ね、食べ物を恵まれたりとか、うん、ご自身が奨学金を受けられたりとか、うんうん、そういう思いがなんかずっと根底に終わりなのかな。ああ、本当にね、今あるのはいろんな人たちに支えてもらったおかげだっていう思いは強くあるんですよね。でもそのお世話をしてくれた人に恩返しをしようと思っても大体そういう人たちもいないんですよね。だからまあ、 あの別の形でね、自分が今できる形でお返しをしたいっていうのは強いですね。まあ、そういう思いで3月11日の東日本大震災ですかの、あの東北にも白谷さんは15回ほど足を運んでらっしゃる。15回ぐらいって、まあ50か所ぐらいずっとあの腹話術の上演をしてきましたね。最初の頃はあの体育館の避難先、小学校の避難先みたいなところでやって、街頭でやったこともありますし、からだんだん少し瓦礫なんかが片付いてきて、住宅なんかも仮設住宅なんかができてくると、そこの仮設住宅でやるとかいうふうなことで、いろんなところでやらせてもらいました。でもあの素人考えですとね、まあ、被災された方たちは悲しみのどん底にみんないらっしゃって、はい、腹話術でその笑いをって言ってもどういう反応されるのか、だいたい人が集まられるのかな。例えば体育館なんかで2、300人いらっしゃいますよね、避難している人が。でそういうとこでも
やる場を作ってもらうんですけど、コーナーのところに椅子を30ぐらいこう並べてもらって、そこの隅っこでやるんですけど、そこへ来てくれる人本当に5人とか10人とかぐらいしか来てもらえないんですよ。まあそれでもめげずにやってると、やり終わった頃、その段ボールの仕切ってある段ボールのあちこちから立ち上がって拍手をしてくれるんですね。それはもうなんかもう感動もので、それはやっぱ行ったそういうことやってみないとわからない体験でしたね。だから、ああ聞いてくれてたんだ、で五郎ちゃんが頑張れとは言わないけども、こう寄り添ってるっていう気持ちが、優しさみたいなのが伝わったんだなっていう感じはしたんですよね。遠くで実際に講演された時のご様子、また聞かせていただくことできますか？はい。88歳のおばあちゃんが1ヶ月ぶりに笑ったよって言ってくれたんですね。これはちょっと本当に嬉しかったです。から最近行った中ではですね、今日は1年分笑ったよっていうふうに言ってくださったおばあちゃんいましたね。から子供たちなんかはもう五郎ちゃんに握手握手って来て、今度いつ来るの、今度いつ来るのって言ってくれてね、そういう保育園には何回か行くとかってしてるんですけど、こっちもなんとか行った甲斐があったというか、励まされることが多いですよね。聞かせていただいてよろしいですか？はい。いろんなことをやるんですけど、例えばこんなこともあります。五郎ちゃん、なんか最近、表彰されたんだって？うん。なんだっけ？兵庫で全国コンクールで入選した。お、兵庫入選したの？じゃあ教えてください。強い子って優しいんだよ、優しい子って勇気あるんだよ。お、強い子って優しいんだよ、優しい子って勇気あるんだよ。いいね、なかなか。で、じゃあ、五郎ちゃんね、この字、わかるかな？優しいっていう字なんだけど。わかんない。難しいよね。でもさ、左側はわかるでしょ？優しいっていう字の。いい。いやいや、いいじゃなくて、これは人弁って言ってね、人っていう意味なんだよ。右側は難しい。右は難しいよね。憂うっていう字でね、心配するとか思いやるっていうことなんだって。じゃあさ、優しいっていう字は人のことを思いやるっていう意味？そうです、いいとこに気がつきましたね。でもさ、これ高梨、あ、高梨ってあの16歳のジャンプのあね、優勝したね。そうだ、あの字と同じだね。優勝した優の字と同じ、金メダルだね。そう、優しいっていうことは金メダルだ。じゃあね、五郎ちゃんいいとこに気がついたから、五郎ちゃんに、はい、金メダルを今かけてあげました。はい、かけてあげたよ。これさ、僕もらわないで。僕もらわないで？誰にあげるの？前にいるおじいちゃんおばあちゃんにあげたい。なんで？だってみんな優しくしてさ、助け合って生きてるんだもん。そうか。それからね、全国の皆さんがこの被災地に優しさをいっぱい届けてくれて、それでみんな頑張ってるんだよね。うん。まあこんなことを五郎ちゃんが話してると、仮設住宅なんかで泣き出すおじいちゃんおばあちゃんいてね、本当に五郎ちゃん五郎ちゃんつって手を握って離さないんですよね。まあそういうこう感動的な場面も何回も体験しました。今はその優しさっていうことを、まあ、はい、コミカルなその会話の中でこう伝えてらっしゃる、はい、ネタはどういうふうに選ばれるんですか？そうですね、私は普段はその笑いの芸人ですから、笑いのことばっかり考えてるんですけど、それだけじゃなくて、単なるそのダジャレみたいな笑いではなくて、やっぱり被災地なら被災地の皆さんの気持ちに通じるような、寄り添えるようなものは何かと思うと、やっぱり優しさなら優しさっていうキーワードでネタを考える。で、今言ったようなこともやったりするわけですね。他にもいくつかもちろんやりますけども、だから笑わせるんですけども、それだけじゃなくて、なんかこうお互いに気持ちが通じ合えるようなものが芸の中にいっぱい込められるといいかなと思っていつも考えてます。
さっきおっしゃった寄り添うっていうことが重なるのかもしれません、はいはい、改めてですね、何かをしなきゃいけないっていうんじゃなくて、もしこう今のいろんな点で危うい日本が、みんなが優しさで手をつなげるようになると変わってくるような気がするんですけどね。もういじめ問題があったりね、無差別殺人があったり、詐欺行為が横行したり、もしくね、信じられないことがありすぎるじゃないですか。あの、優しいっていうことは勇気がいるんだというようなことを言いましたけども、本当やっぱね、優しいっていうのは不正とはやっぱり戦うっていうこと、そのためにやっぱり勇気もいるんですよね。だからじっとしてるおとなしいだけじゃなくて、やっぱ不正に対してはやっぱ戦う、で許さないっていうふうなことを、勇気も一方で持ってないと本当の優しさは出てこないと思いますよね。で、あの、被災地を支えているのは全国から寄せられる優しさが、私はもう本当に皆さんをどれだけ力づけてるか支えてるかっていうことを現地に行けば感じるんですよね。だからそういうことがもっともっと普通になるといいですね。地方なんかに行けばまだそういうの残ってるんです、いっぱい助け合う、もう当たり前に日常的に助け合うことが、もう都会ではそれがないですもんね。それは良くないと思います。被災地いらっしゃる場合は、はい、それは城谷さんの思い言って皆さんを勇気づけたい、でも受け入れ側はそういう状況じゃないこともありますよね、はい、混乱してて、はい、何回か成功しなかったことあるんですけど、もう現地では食べること生活することで精一杯で、そんな芸を楽しむとかっていう状況ではとてもないことが多いわけですよね。だからそういうところでいきなりなんか芸をやらせてくれって言ったって、本人は善意で言ってるかもしれないけど、時と場合によっては大変迷惑なことだってあるわけですね。うまい形でやらせてもらうには、急にそういうことやってもできないんで、やっぱり前々から知ってる人がいて、そういう人たちがコーディネーターとなってやってくれないと、お膳立てをやってくれないと被災地には入れませんね。中には押しかけみたいなことでやってる人もいるようですけど、それは向こうにとっては大変迷惑だと思いますよね。だから私の場合は長年各地に普段からボランティア講演なんかもやってましたから、そういう人たちが本当にあいつが来るならお膳立てしてあげようってんで、全部その人たちが交渉をやってくれて、車を出してくれて連れて回ってくれるってんで、行く先々で本当にいい講演上演がやれますよね。皆さん聞かれる方たちも待ってましたっていうね。ああ、そうです、本当待っててくれるんですよね。そういうふうに日本の国内では社会貢献のようなことで、はい、実は城谷さんはトルコや韓国やヨーロッパ、フランス、ロシア、いろんな国に行ってらして、去年はアメリカでその国際腹話術大会の、その日本代表で出られましたよね。はい、まあ代表の一人ですけどね、何人かは出たんですけど、私の場合は世界の人、腹話術師が集まりましたから、まあ、英語でみんな喋るわけですけどね、特訓をやってきました。で、私地震のことをね、本当に世界の皆さんに応援してくれてありがとうっていうことを最後にきちんと入れて、パネルなんかも地震の東日本のね、大震災の被災地のパネルなんかも大きくして持って行ってましたので、それを皆さんに見てもらったら、うおーっていうね、激励というか感動の声が上がってましたよね。まさに国際交流というか国際貢献まで城谷さんは活躍されていらっしゃるというほどはないんですけど、まあロシアなんかに行った時は国立劇場で5回やらせてもらったんですけど、平和の問題ですよね。本当にこう国が違ってても平和な関係を作らなきゃいけないということで、平和のことを訴えてきました。その時はもちろん五郎ちゃんはご一緒ですけれども、はい、城谷さんお一人で、例えば他にもどなたかとご一緒、一人で行くよりも、まあ、仲間と一緒に行くことが多いですよね。だからそれが劇団の仲間であったり、
腹話術の仲間であったりということで行く時は様々です。確かあれ白谷さんは腹話術を教えてらっしゃる、なんか絆っていう、はい、腹話術の会絆っていうグループ作りまして、そこの中に85人ぐらい今いるんですけどね、一緒に勉強しております。3月17日に発表会もやるんですけども、そこには50人ばかりが出演して日頃の勉強ぶりを見てもらうというふうなこともやってます。どんな方がその参加されてるんですか？そうですね、年配者がやっぱり多いですけど、仕事終わってからっていう人が多いですけどね、男の人も女の人も、から若い人では40代50代の人もいますけども、最近では小学生の子供が3人習ってますね。何年生なんですか？2年3年5年の3人です。その人たちはプロを目指すわけでは？どうでしょうね、年配者の方はそんなことはないと思います。本当にね、仲間とグループ組んじゃ福祉施設なんかはいろいろ回って、ほとんど2、3日に1回ぐらいは誰かがどっかに行ってますね、そのグループのメンバーは。小学生なんかはまだ半年しか経たないんですけど、まあ早く上手になってもう発表できるようになりましたからね、びっくりですよ教えがいがありますね、子供は早いです。とその方たちも五郎ちゃんをお人形さん借りられるんです？いや、また子供用の小さいのもありますから、自分の人形を持ってやります。でその子たちが私がこう被災地に行ってるもんですから、ぜひ行きたいと、ボランティアしたいっていうんで、4月に福島の方に連れて行こうと思ってるんですけど、きっと子供たちがね応援に来たって言うと喜ぶと思いますよ、現地の人は。だからその子たちにとってもね、きっと貴重な体験になるんじゃないかなと思って期待してます。白谷さんご自身は60歳からプロ、はいはい、やはりボランティアとプロとは違うもんなんですね。普段はそれで飯食ってるわけですから、出演料なんかはもらうわけですけど、ボランティアの場合はもう交通費から宿泊費からみんな自分で持っていきますし、でね、周りの人が本当に支えてくれるんですよ。私が行くってなるとね、みんながこうカンパを集めて私に託してくれるんですね。で私はそれには手をつけないで、もらったお金をそのまま現地の保育園であったり仮設住宅であったり置いてくるんですよ。だからやっぱりこう生のお金っていうのはすごく喜ばれますね。表情が伝わりますからね。で持ち帰ってきて、あなたからもらったやつはここいとこにあげてきたよって言ったらすごく喜んでくれるしね。あえてその60歳からプロとして立つにはそれなりの厳しさもまたあるわけですね。はい、東京演芸協会ってことに入会したんですけど、やっぱり申し込んでもなかなか入れなくて、2年か3年ぐらい、ちょっと待てっていうことになってたんですけど、まあやっと認めてもらえたのは3年目ぐらいだったと思いますね。でもやっぱり浅草なんかの予選に出るにはやっぱプロになってないと出られないんですよね。出たくても推薦する人が2人以上いて、ある程度芸はこの辺まで来てるなっていうんで認められないと入れてくれませんから、でやっと入れてもらって、だからやっぱりプロとして活動すればいろいろ幅も広がるし、レベルもやっぱりアマチュアで甘えてる時よりはやっぱ厳しくなりますよね。要求されるのがね、全然違うと思います。今プロとして腹話術師って何人ぐらいいらっしゃるんですか？私が調べたところでは、この広い東京圏に、数人しかいないんですよね、プロで腹話術で活動してるのは。だから言ってるんですけど、時よりも少ないんだ、絶滅危惧種だって言ってるんですよ。その腹話術に、見せられてずっとやってらっしゃる、はい、これから白谷さんが目指そうとされてることは何なんですかね？私自身もそうですけども、笑いっていうのは もちろんベースにある芸ですけども、その笑いだけじゃなくて、例えば医療なら医療、
それから教育なら教育、福祉なら福祉ということで、その娯楽の芸だけではなくて、そういうところに役立つような芸にまで高めたいなと思うんですね。例えば医療で言いますと、認知症の人たちが笑ったり話したりすることができるようになりますし、それから腹話術、はい、腹話術で、で どういうふうにしながら腹話術でね、語りかけるとね、今まで笑わなかった人が笑ったり、それから思い出せなかった人が思い出したりするんですよ。つまり人形と会話をするわけですね。その人形はね、どうもそういう人たちはね、なんか許すみたいなんですよ。人間っていうのはなかなか許せないけど、人形とは心を開いて話してくれる、そういう効果があるんですよ。で、自閉症の子供たちいますよね。そういう子たちもね、笑わなかった子が笑ったりね、本当に変わるんですよ。で、それはね、やっぱり人形がいるからですね。人形のおかげだと思うんですよ。パペットセラピーっていう学会もあるんですけど、私もその学会にも入ってるんですけど、その人形を使って療養する療法って、人形療法っていうのもあるんですよね。だからもっともっとジャンルとしては使えると思いますし、今私は小学校なんかでいじめ問題でやってるんですけど、やっぱりいじめるなって言うだけじゃダメなんですね。いじめの元は何なのかっていうことを分かって、その上でこの人形と対話をしながら、子どもたちに分かるような話を伝えていくっていうことがすごく大事なような気がするんですよ。で、子どものうちからやっぱり感動する心というか、感性を豊かにしていかないと、やっぱ大人になってね、人の痛みが分からない子になっちゃうと思うんですね。やっぱり人の痛みが分かるような子にならないと、思いやりは出てきませんから、そういう教育にも使えると思うんですよ。食育とかね、そういうのにも使えるし、排泄のことなんかも、なかなか学校行ってトイレ行かない子が多くて体壊すっていうことを聞いてますけども、やっぱり排泄のことなんかも子供に分かりやすく伝えるとかね、食べ物のことなんかも分かるように伝えていく。だから挨拶もね、やっぱ挨拶ができないと本当に人と人とのコミュニケーション取れませんからね。まあだから挨拶バージョンなんかでやったところでは、挨拶ができなかった子供たちがね、1ヶ月後には友達と話せるようになるし、3ヶ月後には先生と会話が交わせるようになって言うんでね、1年半後にはその子はクラスの委員長になったって言うんですからね。だからとってもね、やっぱり効果はあると思うんですね。あと戦争しか知らない子供たちが世界にいますよね。中東なんかではもう大変ですよね。ああいうところに行けるもんだったら行ってね、本当に子供たちにこう夢や希望を持たせればいいなと思ってるんですけど、それは念願なんですけどね、なかなかそういうチャンスが作れないで今います。でもまあ日本ではいろんなところに出かけてって、コロ、はい、ちゃんと二人三脚で、はい、これからも続けて、はい、ありがとうございます。最後のご挨拶をコロちゃんがね、はい、パクさん全国どこへでも行きたいんだ。皆さんのとこへ、ゴロちゃんいつでも出かけていくそうですから。声かけてね。はい、ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうございます。スタジオ深夜便、明日への言葉、被災地に腹話術で笑いを。お話は腹話術師の白谷守さんでした。聞き手は井上貴子ディレクターでした。明日は津波体験、新たな民話で全国へ、宮城山本民話の会の庄司愛さんのお話の予定です。音楽をどうぞ。スペンサーブリュワーアンサンブルの演奏です。シャドウダンサー。
は今日3月7日木曜日の誕生日の花と花言葉、そして今日の一句です。今日の誕生日の花、スミレ科のパンジー、三色スミレです。花言葉。